白い封筒を出されて、まあ、お金かなという思いもありましたし、何か商品券のようなものかなということやら、いやいや困ります、お持ち帰りくださいというようなやり取りを 2,3 遍したしました。多くの報道陣に囲まれ、現金をめぐるやり取りを語った安芸太田町の小坂慎二町長。去年4月下旬ごろ、克行議員が自宅を訪れ、参院選について保守系の票を上手に割れば自民党候補が2人通るといった話をした後の帰り際に白い封筒を渡したといいます。まあ、私がそこの場は引き受けて、まあ、いずれその状態のまま、いや中身を何かは知らない状態のままお返しする機会をあるだろう、そしてまして相手もたびたび大きな選挙をしておられる方なんで、まあ、お金であれば政治資金という捉え方で最終処理ができるだろうと。上京した際に直接返そうと自宅の机の引き出しに保管していたといいますが、3月末現金20万円が入っていることを確認し、政治資金収支報告書に寄付として記載する手続きを取ったということです。小坂町長はこの5日後辞表を提出、20万円は町政を揺るがす事態となりました。さらに封筒をめぐるやり取りは大竹市の入山義郎市長の下でも、いや帰り際に、受け取ってくださいということだったですね。よろしくということで、はい、どんな思いが市長としては、いやもうちゃんとね、応援はちゃんと伝えてるわけですからね、別に置く必要もないね、そんなことで人を動かすバカな選挙すなやという思いやね、また克行議員が市長の自宅を訪れた時期についても証言しています。公認を受けた後と思います。その時はもう自分自身が安里さん、三瀬さん、それから森本慎二さん、それぞれを応援するということをちゃんと安里さんの方にも伝えた後です。